なんなんだよ。お金がないキャラ、せいやさんみたいな絵を描く方法を教えてください。というわけで、激安絵の具を買って絵をまあ、描くけどさ。パレット忘れたから、カニちゃん。アマゾンで一番安い油絵の具を探したんだよ。そしたらこちら、1580円。安いぜ。普段使ってる絵の具1本分の値段。まあ、これで何が描けるかと。だから今日は青き少女分かりづらいから、いろんな色を使って描いていこうと思う。本当は油絵描くためにはオイルとかも使うんだけど、安くで描く方法だから、今回は筆1本でいきます。ファイヤーファイヤー。使ってみた感触としては、まあ、発色と柔らかさが違うよな。でもコスパもいいし、油絵始めたいけど、ちょっと悩んでるって人にはおすすめかもしれないです。